本日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて菅原さん、はい、こちらのお着物出てまいりましたけど、はい、こちらはどういったお着物なんでしょうか。はい、これも母からもらったもので、うん、タンスをいろいろひっくり返していましたら、はい、出てきたんですが、うん、祖母が母に縫ってあげたということを聞いてます。お母ちゃんがお母さんに作ってあげた、はいはい、昔私はちょっと祖母に会えなかったんですけど、元気だった頃は呉服屋さんの仕立ての仕事をなんか受けてしていたそうで、で母は多分これを着たことがないようなんですね。しつけが、はい、はい、ついてまして、しつけが残ってますね。で私も普段だったらこんな大柄でちょっと全く好みの着物ではないんですけども、なんとなしにちゃんと半襟をつけてこれを羽織ってみたら意外と顔写りが良かったので、これは着てみたいなと思って、はい、それで今回。なるほど、はい、ね、紬なんですけど、はい、素敵な総柄ですね、これね。そうですね、はっかけがですね、はい、年代物で確かにね、ちゃんとこれもあって、なおのこと着づらいなと思いまして、はい、でも、なんか可愛い雰囲気で着れそうですけどね。ちょっともうレトロな感じをあえて出したみたいなね、うん、1本目、大葉の袋帯です、こちらは紺色なんで、紺というか紺と紫の間みたいなね、地色なんですね、これは。ですんで、ちょっと華やかな、黄色い帯を合わせてみました。この着物の柄がね、割と大柄なんで、さらに上回る帯の柄の大きい、柄の大小をつけて柄に柄の帯を合わせてみました。で、帯はですね、この紫と黄色の補色関係なんですけども、帯のサイドをね、上げることによってちょっと鮮やかさを増したコーディネートにしてます。ちょっとね、レトロっぽい着物なんで、あえてこういう大柄の帯でちょっともう楽しくね、着ていただきたいなというコーディネートです。じゃあ安田さんお願いします。はい、2番手安田です。当社のグミという名古屋帯です。当社の薄い色では多分この着物には勝てないので、あえて濃い色に黒の、名古屋帯ですけど、中の配色は、優しい色とか可愛い色を入れているのと、葉っぱのところが、特にの染み込みという、ね、お菓子ゾーンのお菓子折りになっているので奥行きが出るかなと。で片方に、左側に、赤みのものを、右側に、ブルー系と黄色という組み合わせでずっと、送りになっているんですけど、その色分けでまた、お腹の部分もどっちかの色を出すかっていうのを楽しんでいただけるかなと。あと黒のところ、無地のところ地紋が入ってますけども、柄があえてドーンと浮き上がるような、あの 空間のバランスになっているので、こういうのはお太鼓したら、こういう総柄の、お着物でも綺麗かなと思って合わせました。はい、3番手今川です。そうですね、こちらの帯、クバフモンって言われる、アフリカのクサビロードがモチーフになっております。もうこの帯のデザインの面白さ、ここの波打ってるところにこういうところなのかなとも思います。で、弊社の帯の特徴の一つとして、ここの部分、ボクトカ内で糸をくくって、重ねて染めることにより、これもワンエキの動画でご紹介しております。ムラムラっとした仕上がりをしてるんですけど、ちょうどこの着物も、縦糸自身がこの紫がかった紺とこの藍っぽい色で何本かで交互になってて、横糸もそれが交互になることで強い色というよりはこの2色の縦の縞と横の縞でちょっとこう色をこうまろやかに見せてるというテクニックの使ってある着物なんで、こういう表現をしてある、帯、ここもでは一色では出さずに複数色の色で遠目に見ると一色に見せるというテクニックを使ってあるもの同士で、相性がいいかなというふうな感じもいたします。非常に、カジュアルに使っていただくことになるのかな、この着物はということなんで、思いっきり振り幅を作るというふうなテーマでこちらの帯を選んでみました。
はい、では菅原さん、はい、3本並びましたか。お好みのものこれっていうのあったでしょうか。はい、とっても悩みまして、うん、最終的には、うんうん、まだ悩むんですが、うん、今川さんの、おお、ありがとうございます。安田さんのは締めた時にお太鼓はこの両方色が寒色系と暖色系と出るので、はい、いいかなと思うんですけど、これ折るとそうなんですよ、どっちかですよね。で、欲張りなのでこの色の可愛らしさを混ぜて使いたかったらちょっと混ぜて使えないっていうのがそこだけの差でこちらを選びました。これは多分すごく今着てもこの着物のちょっと年代感をもう全く消してくれるかなと思ったのでこちらを選びました。はい、はいはい、では小物を合わさせていただきました。まあこの着物をどんだけ現代風に見せるかというのがもう帯選びからのテーマだったんで、帯締めも非常にクラシックな色ではなくてここまで彩度の高い色という形で、こちらの色を選ばせていただきました。足元が、アスファルトでコンクリートの街並みでも着てもらえる着物としてアップデートしたいなというテーマでチョイスしてみました。とても楽しい時間でした。何より作り手の皆様方にお会いできて直接お話を聞けたということがとても勉強になりましたし楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これを機にね、ぜひタンスから蘇らせてください。はい、そうします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上京都西陣から、西陣ワイティでした。また来週。このチャンネルでご紹介させていただいた商品についてお問い合わせがございましたら LINE でメッセージください。公式 LINE アカウントのご案内は動画の説明欄に記載されております。お気軽にお問い合わせください。